昨夜実践動画を全消去してしまったヒムロックです。しまった、俺が悪い、全部俺が悪い、そうやね、俺が悪いね。でもあまりにものショックでこんな頭になっちゃったよ。積んでる40歳。はい、そんなわけでですね、いつものお店にやってまいりました。まあ、今日は月に3度ある激アツ特デビーというわけでして、もうショックからね、こういう頭になってしまいましたけども、狙いはもちろん、ディスクアップというわけで、今日も今日とてディスクアップ実践というわけでやらせていただきます。いやー、昨日ね、まあ結論から言いますとね、マイナス1666枚という大惨敗の動画やったんですけど、結構面白い絵が撮れたんですよ。なので皆さんにいち早くお届けしようと思いまして、家帰って6時ぐらいから編集して、マッハで9時に仕上げたんですよ。もう休憩も取らずにね。ああやっとできたと。でチェックして、完璧やな、これおもろいと。さあアップしようかっていう時に、その書き出しをするんですね、動画ファイルにするために。その書き出ししてる最中、ちょっと重たいなと思ったんで、あ、これいらんファイルあるなと思ってゴミ箱ちょっと整理したんですよ。じゃあなんとそこにですね、その実践動画も入っておりまして、はい、あえなくパート、もう丸ごとパート。ショックでしたよ、ほんとショックでした。はい、もうこんな頭になっちゃったんでね、もうこれはもう逆ギレ精神で、今日は昨日の分の負けを取り返す作戦というわけで頑張っていきたいと思います。ロックンロールの神を今我に降臨させよう。うわー、ロックンロールハードボイルドスーパービートファイアーメテ。すごい頭ですね。これでちょっとローソン突撃したいと思います。やばい、誰か入ってくる。あ、どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。逆に声かけてくれないですね、ドン引きされてて。いや、もしかしたら高齢になってるからみんな声かけてくれてないかもしれないですね。あ、またヒムロックやってらみたいな。車の人は思いっきり見てますね、こっち。まあでもね、もう自分ぐらいのこのカツラ熟練者になればね、結構度胸座って余裕なんですけどね。さあ、いつものローソンどんな感じでしょう。あ、今すぐ。おはようございます。はい、あれ、アイスコーヒー。アイスコーヒー、はい。一番でかいのって、一番でかいのどんなんですか。だいぶでかい。あ、結構でかいですよ。あ、そう。ほな、まあ M にしようかな。はい。はい、50円です。これでもいけます？ポイントで。はい、いけますよ。うん。はい、ポイントで頂戴いたします。はい。はい。あ、ブラックで。はい、レシートいいですか？はい、いらないです。はい、もうめっちゃいつも通りですね。わざまーすみたいな。今日はね、店内にお客さんもいないんで。あんまり面白くないっていう。はい、ありがとう、いつもすみません。ここのローソンね、ほら、普通接客マナーみたいな、なんか研修普通なんか受けてる感じがある挨拶するじゃないですか。ありがとうございました、いらっしゃいませみたいな。違うんですよ、ここ居酒屋の店員乗りでおもろいローソンです。うざーすみたいなね、はい、お気に入りの一店舗です。それでは、一般入場なんでね、いつもの入り口から入ってみたいと思います。まあ、今日は特備ということもあって、結構な人が多分並んでると思うんですけどね、多分みんな見て見ぬふりをするかと思われます。おっす。
割とつけ心地いいですけどね。来てくれて喋ってくれたんですけど、今日はもうボタンを押してくれとしっかり今頼みましたんで出ると思います。押す。いやもうマジで昨日約2000枚負けてるんでね、ほんまに今日戻さんとやばいんで、しっかりとね乱数調整をね行って来い。よし、多分これでね通常 B スタートなんで、本日もよろしくお願いします。おい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 、いや違う、じいさんのふくれ上がったタマブック、おかしいんちゃうか。いやもうこれはもう直接行かせていただきますね。よっ、どっしー見ました、今の I got it.やっぱりな。まあ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 、まあ、オッケーオッケー。うえ、ええ感じです。104ゲームお願いします。これはいける、朝一いけるいける、大丈夫、 OK、 ナイス。さあ朝一、誰だ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 、 Ladies and gentlemen、 頑張ります。今日はやれる、絶対やれる、今日は見てくださいよこれ、まあ、レギュラーやけどね。あー、助かる。
ね。もう頼むからハマラン取ってくれよ。ような気がしたんですよ。不思議な直感ですわ。当たる日はやれる日なんですよ。あかん時全部正解やからね。
いいよ、実にいいよ。いや、これはいらんかな。ありでいいよ、ありで。ああ、いやもう全然種もみやからね。あんまりいらんすわ、これは。一発目来ました。やはりここはね、大好きなスカイブルーをここに仕留めたいと思います。あ、はい、終わりました。ありがとうございます。島倉千代子。まあまあまあ、ボロボロにはまらんでよかった。
ットしてろ。あー、ぐるみ、まあ、さっき当ててくれたんでね、ぐるみ、これ期待できますよ。 Come on. Yes. いいショット。ありがとう。いいね。ビッグガン戦とかいかんかったからね、よかったっす。温度は入れん。 No, no. あー、どないやねん、ほんまに。ありがとうございます。段数調整成功ですね。Thank you.
and gentlemen. Okay, Konami.終了です。お疲れ様でした。見てくださいよ、この40歳、こんなね、ズラまでかぶってネクタイまで締めて5時間戦ってプラス300何枚、20何枚、いやもう人生積んでますよ。極めつけにね、こんなカツラ被ってるじゃないですか。おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、横通ったらね、
立ち止まるんですよ。しまいには拝み出す人とかおってね、ご本尊かけとったんですよ。ね、両手合わせて感謝されてもね、こんな頭してね、あつろ打って5時間ね、時給に換算したら計算できないっすわ。データは消えるし、こんな頭になるし、雨は降ってるしね、俺の人生ももういつも雨降りですわ。うまいこと言っちゃったな。ちょっとね、真面目な話なんですけど、緊急事態宣言が延長になったじゃないですか。なんでもう5月15日の乗り打ち企画、もうねえ、もう実際のとこね、皆さんもそこまでね、過敏にっていうかねえ、中止にせな仕方ないっていうかね、ほんとねえ、本当にもう2ヶ月連続中止ですわ。なのでまあ本当ね、心苦しいんですけども、まあ5月もちょっと中止にして、6月に持ち越そうかなっていうふうに思っておりますんで、まあ、最新情報はツイッターでつぶやいたりとか、あとは動画のコメント欄で自分のほら固定してるコメントあるじゃないですか、あれとかに載せておきますんで、すいませんけどね、5月もね、申し訳ない、予定していただいた方には本当ね申し訳ないんですけれども、まあ仕方ないんでね、何卒ご理解よろしくお願いします。そんなわけでまたお会いしましょう。さよなら。完了しました。スタートしました。チャンスの体勢だ。ありがとうございました。